スタジアム素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はエスタディオベニートビジャマリンです。実況は私西岡明彦、解説はおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。福西さん、スタジアムはすでにこの熱気ですね。今日も激しいぶつかり合いになりそうです。チームは開幕戦で勝利を収め、今シーズンは最高のスタートを切りましたね。チーム状態も良さそうですから、ここは連勝を狙いたいところです。終盤まで現在のパフォーマンスを維持できれば、かなりいい成績を収められそうですね。このパスは通しません。やりました。クリアすべきでしょう。フランコ、ボールをカット。相手の選手がパスを出した先にいました。いいところに出します。危ない場面でしたが、相手の攻撃を断ち切りました。ボールはラインを割りました。ゴールキックです。いいボールを送りたい。アーノルド、ボールを取り返します。リーセ、パスの先には味方が走っていました。ボールはラインを割っています。コーナーキックです。コーナーから中へ、このボールは止めただけ。クリアできるか。ここで取り返します。いいところでボールを取りました。危ない場面でしたが、タックルで守ります。ここはゴールキーパーの好判断。これはパスミスでしょう。キーパーからのボールは相手に渡ります。折り返せるか。ボールを奪いに来ました。まだ攻撃が続きそうです。かなり危ないシーンでしたが、なんとかしのぎ切りました。いいカットです。ボールを奪いました。このパスは読んでいました。いいタイミングでカットしました。キーパーが両手でキャッチしました。タッチを割ってスローイン。ヘディングでクリア。スローインです。しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。おっと、インターセプトです。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。このパスはカットされました。これはスローインになります。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。危ない場面でしたがカットしました。中盤でボールを受けました。前でボールはもらえないと判断しましたが、ニアポスト側へのクロス。これはキーパーの好セーブです。リーセ、フランコ、ブラックキャッツがアタッキングサードに攻め込んでいきます。アーノルド、ロブで裏を狙います。
ここまでのポゼッションはほぼ互角。お互いに攻めあぐねているようにも見えますね。そろそろ何か動きが欲しいところですが。いいボールを送りたい。ここは大きくクリアしました。ポゼッションを取り返す。いいところを見ていました。自らボールを持ち込んでいきます。味方を使います。ボールがよくつながります。伊藤、このシュートはブロックされます。サイドにスペースがあります。ここから中に折り返したい。高い位置でカットします。試合はゴールキックから再開となります。さあどうする、打てるか。大きくクリアして危機を脱しました。前半終了で0対0。試合は動かないまま後半戦へと向かいます。ハーフタイムです。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。さあクロスか。ブロックしました。ボールがラインを割りました。ゴールキックです。これはナイスインターセプト。しっかりとブロック。コーナーキックです。勝ち越しに結びつけられるか。クロスバーだ。ディフェンスがクリアしました。勝ち越しゴールが決まったかと思ったんですが、枠に阻まれましたね。運がなかったと思うしかないでしょう。パスをカット。攻守が入れ替わります。アーノルド、折り返せるか。いいシュート、来た。試合の均衡を破る先制ゴールです。パスをつなげて相手の出方を伺います。メッシ、このパスはカット。読んでいたんでしょうか。これは勇気のいるタックルです。中にいいボールを送りたいですね。コーナーキックで再開です。最後に相手の選手に当たっていました。ボールを入れました。これはチャンス。素晴らしいタックル。ピンチの芽を摘み取りました。
ブラックキャッツがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか、キーパーが止める。これはスーパーセーブでしょう。はい、間違いありません。あのキーパーじゃなければ確実にやられていたと思います。取り返しました。綺麗にかわして攻撃に出る。ここで追加点。これでリードは2点に開きました。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。フィニッシュはこのヘディング、うまく下に落としましたね。カットします。ここはクロスのチャンス。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。ゴールキックから再開になります。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。うまく読んだインターセプト。アウェーチームがボールをキープする時間が多くなっています。文字通りゲームを支配していますね。それが結果にも表れています。あー、来ましたね。なんというタックル。チームを救いました。スローインで相手に渡してしまいました。何かあったんでしょうか。いいタックルです。ボールがこぼれている。ここからどうするのか。この位置で相手のマークに合っています。高い位置でインターセプトしました。ここでなんとかボールに寄せてきました。一旦クリアしましたね。ここは通しません。さあどうする。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。パスは読まれていました。裏へのいいボールです。キーパーのダイビングセーブ、ギリギリで止めました。ゴール前に入れた。このヘディングはゴールの枠を捉えられません。隅を狙ったんでしょうか。ポストの外にそれちゃいましたね。このボールは外に出てスローインでの再開となります。おっとインターセプト。ボールを取りました。さてどうする。インターセプトします。敵陣へボールを運ぶ。このチャンスを生かせない。相手のポゼッションに変わります。カウンターを狙います。上がっていけるか。試合を止めていた分アディショナルタイムが2分追加されます。高い位置でカットします。奪った。一転してチャンスだ。まずは1点返したい。タックルでしのいだ。
試合終了です。ホームチームはこの一戦に敗北を喫し。
今日の試合会場の上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は私西岡明彦、解説席には戦術と個の力を知的に読み解く福西崇史さんをお迎えしました。オールドレディがブラックキャッツと対戦します。チームは開幕戦で勝利を収め、今シーズンは最高のスタートを切りましたね。チーム状態も良さそうですから、ここは連勝を狙いたいところです。終盤まで現在のパフォーマンスを維持できればかなりいい成績を収められそうですね。ブロックでしのいだが危機が続いています。これはオフサイドを取られました。受け手が最終ラインの後ろに戻れていませんでしたから、そうなりますよね。もう少しパスを出すのを待つべきでした。キーパーが難なく処理しました。ミスキックが出てしまいました。もったいありません。藤原、味方にパスを出します。大きくクリアして危機を出しました。チャンスだ。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。リプレイで見てもすごいスピードのシュートですね。これを止めるのは難しいでしょう。伊藤、主審がプレーを続行させます。入れば同点となります。ゴール決まった。先ほどの失点も帳消しにする得点。これで再び同点です。仕掛けてくるのか。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。ボールを奪い返しました。ボールがラインを割りました。コーナーキックです。ボールはエリアへ。ゴール。これでまた試合をリードしました。オールドレディのリードで試合再開です。前方に運びました。オールドレディサイドのスペースを使います。いや攻撃は止められました。相手ボールです。パスは読まれていました。チャンスにできるか。これはシュートミスでしょうか。決定的なチャンスでしたが生かしきれません。しかもオフサイドでしたね。とにかく慌てすぎの一言に尽きるプレーでしょう。決めれば同点。しっかりとブロック。プレスをかけられます。おっとインターセプトしました。これはよく追いつきました。ここからチャンスを伺います。このボールはクリア。ドリブルでボールを運びます。チャンスになりそうでしたがポゼッションは相手側に変わっています。インターセプトしました。オールドレディがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか。一旦クリアしてピンチをしのぎます。
サイドをえぐって中を見る。これはナイスディフェンス。タックルで阻止しました。いいロブパスです。ボールを回します。仕掛けどころを探っているのか。1点も追いかける状況です。ディフェンダーが外に出しました。スローインです。中にいいボールを送りたいですね。何を狙うのか。タックルでボールを外に出し、コーナーキックになりました。狙える位置です。決まった。同点ゴール。試合は振り出しに戻ります。試合は振り出しに戻りました。なんとか追いつきましたね。チャンスにつながりそうです。サポーターの声援に応えるチャンスがやっと巡ってきましたね。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。今ならカウンターも狙えます。キーパーが冷静にセーブします。おっとインターセプトです。ここはオフサイドの旗が上がりました。ちょっと飛び出しが早すぎでしたね。オンサイドに戻ろうとしたものの間に合いませんでした。藤原、試合を止めていた分アディショナルタイムが1分追加されます。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対2。ゲームはハーフタイムに移ります。試合は互角のまま45分が終了しました。残り45分どうなる。後半戦の開始です。止めました。流す様子を見せましたがレフリーが試合を止めました。ブラックキャッツがサイドから攻撃。スペースがあります。このピンチはクリアでしのぎます。このパスは相手に出したような形になってしまいました。このボールはスローイン。クロスを狙ってきますか。シュートはブロックされました。また止めた。体を張ります。ここはじっくりとパスを回しています。このシュートにキーパーは反応を見せません。明らかに外れそうでしたからね。ブラックキャッツ敵陣へ攻め、キーパーが弾いた。ボールはバーを越えていきます。コーナーのチャンスです。勝ち越しゴールを決められるでしょうか。ボールはゴール前へ。このボールはクリアされました。このシュートはどうだ。これはフリーキック。直接狙える位置、かなり危険な場所に見えます。ここは一旦クリアしました。
タッチを割ってスローイン。視線が中にいった。さあ出すか。ここ15分はブラックキャッツがゲームを支配しています。自分たちのサッカーを存分に展開していますね。これならいずれ勝ち越し点を挙げられるんじゃないですか。このロブパスはよくスペースが見えていました。鮮やかなタックル。タッチを割ってスローイン。さあ何か仕掛けてくるのか。キーパー必死で反応。ギリギリで触って防ぎました。再びキッカーが、ボールはゴールキーパーが抑えます。オールドレディ、敵陣へ攻め込んできました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。あれは角度によってはファールに見えたのかもしれませんね。サポーターがノーファールと判定したレフリーに抗議の声を上げています。高い位置でカットしました。これはまずいパスでした。相手に渡ります。マークを振り切った。いい位置です。これは勇気のいるタックルです。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。パスミスでしょうね。ボールは相手に渡っています。ブラックキャッツ、サイドのスペースを使います。ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。あっと、なんと強烈なシュートで積極的に狙ってきました。しかしこれはポストの外側です。サポートの選手がいます。さあどうする。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。インターセプトしました。絶妙なロブパスです。チャンスになりそうだ。ボールは大きくクリアされています。チャンスを逃しました。マイナスのクロスで折り返す。中にスペースがあります。このパスは読んでいました。このコーナーキックはリードするチャンスです。試合終盤ですから、ここは是が非でも決めたいところ。このボールはディフェンスがクリアします。狙っていった。ここはブロックされました。ドリブルで進んでいます。いえ、攻撃はここまで。相手ボールになりました。ここはカウンターのチャンス。タックルで危機を出しました。後半も間もなく終了です。引き分けに終わりそうな雰囲気もありますが、ホームのサポーターの声援が大きくなっています。結末は分かりませんね。ホームチームが反省を背に攻めきれるといいんですが。惜しい場面でしたが、ボールはラインを割りました。あまり時間のない中、勝ち越しのチャンス。中に入れたいところです。ここはインターセプト。しっかり予測していました。
これで2分アディショナルタイムが追加されます。素早くボールを返した。切り込んでいく。ボレーで決める。このシュートはブロックされました。危ない場面でしたが相手の攻撃を断ち切りました。ここでホイッスル、引き分けです。結果は今日の試合会場の上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は西岡明彦、解説には落ち着いた語り口でおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。フットボールフレンズがブラックキャッツと対戦します。勝敗にこだわる必要がない分、選手たちも純粋にサッカーを楽しめるでしょうね。いい試合を期待しています。ディフェンスがうまく対応。ここでボールを取り返します。ここはカットしました。ピンチをしのぎます。伊藤、見事なコントロールです。攻撃はここで止められます。前に進んでいます。仕掛ける前にボールを奪われました。ここからどうするのか。ここはクロスのチャンス。外に押し出されたようですね。スローインです。危険なエリアでしたがインターセプトしました。相手をかわします。ボールを失いました。パスはまっすぐ相手に渡ります。
パスをカットします。相手に当たってコーナーキックになりました。ボールを入れた。ボールをクリアしました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。フットボールフレンズがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか、キーパーに渡りました。ボールを前に運んでいます。ぶつかり合っています。タックルがきれいに決まりました。何かしてきそうですが、このクロスはキーパーが難なく処理しました。スローインです。攻守が入れ替わります。アドバンテージを見ていましたが、ここで主審のホイッスル。パーカー、タックルが成功しボールを奪取しました。仕掛けてくるのか、リーセ、決まった。先制ゴールです。パスをカット、攻守が入れ替わります。フットボールフレンズがサイドを使います。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。ブラックキャッツは相手にボールを持たれる時間が長くなっています。スコアはリードしているので無理に狙った。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。これはナイスインターセプト。このシュートはディフェンスに止められます。高い位置でカットしました。プレスが効いています。実に鮮やかです。余裕がありますね。パーカー、入れば同点ですが、キーパーが止めた。ファインセーブです。目の前からのシュートですから、反応できるだけでも大したものですよね。見事なセーブでした。ドリブルで進みます。仕掛ける前にボールを奪われました。ここで抜いてきた。決まった。なんというフィニッシュでしょう。このスーパーゴールを前に、観客席からひときわ大きな歓声が上がりました。アディショナルタイムに1分加えられます。この位置からチェックされています。ボールをクリアしました。前半終了です。ここまでの内容にスタジアムは動揺の色を隠せません。前半終了間際、アウェーチームは追加点を決めました。あの時間に追いつきたかったんですが、逆にやられちゃいましたね。後半はまず1点返すことですね。
後半がスタートしました。現在ブラックキャッツが試合をリードしています。中に入ってくる、決まった、もう止まりません。これで3点差です。ディフェンダーを翻弄するようなゴールでした。何度見ても鮮やかです。いやー、素晴らしいゴールでした。仕掛けが良かったですね。一方的な試合となってしまいました。肩を走らせます。これは相手にパスしてしまいました。カウンターアタックに入るか。ボールを前に運んでいく。相手が触ったボールはスローインになります。伊藤、ディフェンダーがクリアしました。ゴールライン上でしたね。はい、これはチームを救ったプレーです。寸前のところでクリアしましたね。得点されてもおかしくない場面でしたが、ディフェンスが踏ん張りました。タックルを受けています。伊藤、このパスは通しません。ここはファール、危険な位置でのフリーキックです。このシュートは阻止されました。ここはクリアしました。コーナーキックになります。頭で狙ってきましたが、ボールは横にそれてしまいました。ボールフレンズがサイドのスペースを使ってきます。打てるか。スピードのないシュートでした。さあどうだ。裏も見えていたのか。攻撃はここまで。ここで攻撃を止めます。パスは通さない。パスをカット、いい読みでした。ここはカウンターのチャンス。ディフェンダーをうまくかわした。このシュートはブロックされました。このボールは直接相手の選手へ。前に運んでいます。タックルで危機を出しました。ここでポゼッションも取り返します。連携したプレスで相手のパスコースをうまく塞いでいましたね。このカットは大きい。しっかりと奪いました。高い位置でカットします。これはコースを狙いたかった。シュートはキーパーの正面。パーカー、クロスのチャンス。ピンチでしたが、ここはうまくクリアしました。伊藤、このシュートはブロック。ボールはラインを割ってゴールキックになります。
味方につなぐこともできます。ボールがラインを割ってゴールキックです。パーカー、絶妙なパスです。いや、ここは相手がカットしました。ここから狙うのか、フットボールフレンズ。ここでボールロスト、カウンターを仕掛けるチャンスです。カウンター失敗、相手にボールを奪われます。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。ボールは相手チームに。決定的なパス、 PK が指示されています。チームが大きくリードする中、ダメ押しとなる追加点のチャンスです。見事に PK を入れています。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。ボールを外に出してしまいました。これはどうしたんでしょうか。危ない場面でしたが、しっかりクリアしました。中央へのクロスです。クリアしきれない、相手のチャンスとなるか。スローインになります。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。試合終了のホイッスル。